アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。今回はアリアとお昼ご飯にカップヌードルを食べようです、イエーイ。今回用意したカップヌードルは、まずごめん、ででん、王道のカップヌードル、これはね王道ですね、プレーン味です。あともう一つ、ででん、このね三つ豚がかわいいワンタン麺、ワンタンが入ってます。で最後にこれです、赤いキツネ、赤いキツネと緑のタン抜き、これなんかよく食べてたんですけど関西限定らしいですね、知らなかったじゃあどれか食べていくんですけど、どれにしようかな。じゃあやっぱり王道のこれを食べます。じゃあ今からお湯を入れていきます。お湯を入れた後3分間みんなと待ちながらお話ししていきましょう。じゃあお湯入れてきます。はい、お湯を入れてきました。こんな感じです、熱いから置きます。じゃあ3分間待ちます。何話そうかな。じゃあ食べ物だからアリアが好きな食べ物を話そうかな。と好きな食べ物はハンバーグとアイスクリームと、あと餃子とラーメンも好きです。この4つが一番好きかな。アイスクリームだったら抹茶とか、あとストロベリーショートケーキがすごい好きです。でラーメンだったら醤油か塩か豚骨ですね全部じゃん全部好きです。で、あのラーメンに味玉をのせるのがすごく好きです、卵が好きだからあとはハンバーグは鉄板に乗っててすごいジューってなってるのがすごく好きです。ハンバーグはね美味しいのがいっぱいあるからいろんな店で食べてます。じゃあピンクラテの思い出とか話そうかな。一番の思い出はやっぱり読売ランドですかね。読売ランド2回行ったんですけど、1回目が印象強いかな。初めて読売ランド行ったのがそのピンクラテの撮影だったので、すごいドキドキワクワクしてて、でもめっちゃ怖かったんですよ。ゆらりと一緒にあのジェットコースター乗った時本当に怖くて、ああもう無理と思いましたあれはやばかった。ね、あれすごく楽しかったです。初めての読売ランドだったし、すごいみんなと一緒に行けて楽しかったです。じゃあしてみたい企画は、そうですね、あでもバンジージャンプとかしてみたいかも絶対にあの怖くてやばいかもだけど、人生に一度はやってみたいのでバンジージャンプもいいね。あ、じゃあそろそろ3分経ったということで、あ、違う違う違う、じゃあ3分経ったので開けます。これ熱いね。すごいいい匂い、香りいい匂い、香り違うすごい香りがいい匂いです。見て、めっちゃ具沢山、エビとお肉と卵ですね。じゃあ割り箸でいただきます。美味しそう。これはね結構細麺ですね、やっぱり細麺好き。すごい美味しいです。なんか麺にもしっかり味がついててめっちゃ美味しい。卵食べよう。これなんか卵というより卵か具もいっぱい入ってるし美味しい。お肉も結構ジューシーで、その食べやすい大きさだし、何より匂いがいい匂い。あと、ね、しかもネギも入ってる。このスープに全部染み込んでて、具材とかも麺とかもめっちゃ味がついてて美味しいです。みんなは何カップラーメンが好き？ナリアはこのシリーズだったらこの一番プレーンが好きです。でもお母さんとかシーフードとかよく食べてます。イエイ
はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。みんなは休校中何のお昼ご飯とか食べ物を食べてますか？ね、いろいろ休校中はアリアは自分で料理を作ったりしてます。カレーとかハヤシライスとか、あと何作った、キスパゲッティとか、あとチャーハンも作りました。いろいろアリアは自分でお昼ご飯を毎日作ってます。みんなも何を作ったり何を食べたりしてるかコメント欄で書いてみてください。じゃあちょっとまったりした動画だったんですけど、もしいいと思ったら高評価とチャンネル登録、あと通知音よろしくお願いします。バイバーイ。